女王陛下のスピーチ。女王陛下、あなたはこのラジマン王国をどのような国にしていきたいのか、そのお考えをお聞かせください。まあ軍曹、そう生きりたたんでも。羊長、あなたから女王陛下に進言してください。国民は女王陛下の生の声を聞きたいんです。わかりました、女王陛下にそうお伝えしよう。それではただいまよりラジマン王国女王陛下のスピーチを執り行います。皆静粛に。国民の皆様、ラジマン王国女王リュドミラ・サベリエワ・スクワドフスカです。今後のラジマン王国は公女領族を保ち、領楽男女低所得者社層も安心して暮らせる国家を目指し、商務省特許局、ラジオマン銀行国許局、専売特許許可局、ラジマン特許局を設置し、さらに国語、熟語、術語、主語、術語の教育を徹底し、予防病院、予防室、女王陛下、女王陛下、何を国民に言ってるのか全く分かりません。執事長の私が成り代わってお答えします。つまり女王陛下が言いたいのは、公女両族を保ち、老若男女低所得者層も安心して暮らせる国家を目指し、商務省特許局、ラジマン銀行国家局、専売特許局。いえ、私が言います。私が言いますから。商務省特許局、ラジマン銀行局国家局、専売特許局、ラジマン特許国家局を設置するのです。そう、商務省特許局、ラジマン銀行国家局、専売特許許可局、ラジマン特許許可局を設置し、さらに国語、熟語、術語、主語の教育を徹底し、予防予防病、予防病院、予防室、予防予防病、予防法を定め。私が言います。予防予防病、予防病院、予防室、予防予防病、予防病を定め。カモもカモ、シカもカモだが、しかしシカは確かシカではないというような。つまり女王が言いたいのは、予防予防病、予防病院を予防室、予防予防病、予防病法を定め。しかもカモシカもシカだが、シカはし、アシカは確かシカではないというような。いえ、しかもカモシカもシカだが、たか、しかし、アカシ、シカ、シカは確かシカではないというような、と、動物たちも楽しく暮らせる国家にしたいのです。いやー、よく頑張りました。完璧です、ユドルメラ・サバリリエス・スコワス女王。うん、この国は終わる。フードフェスティバル。こんにちは、いつも心にメガネっ子、時とあみです。今日はここセントラル公園で行われている全国フードフェスティバルにお邪魔して、ご夫婦で出店しているレストランをレポートしたいと思います。うわー、すっごいたくさんのお店。うーん、美味しそうな匂い。まずはあの行列のお店、ラジマン食堂を覗いてみましょう。こんにちは。いやー、ラジオの前の皆さん、こんにちは。ラジマン食堂へようこそ。店主の赤松健太郎と申します。そして妻の一流子です。よろしくお願いします。おいえ、すっごいお客さんが入ってますけど、ここの人気メニューは何ですか？よくぞ聞いてくれました。うちの人気メニューはね、なんといっても濃厚デミグラソースが売り物の特大ハンバーグステーキと、じっくりゆっくり煮込んだ本格ビーフストルガーネフ、そしてイベリコ豚を贅沢に使ったトンシャブ三昧も美味しいよ。さらにカレーも充実。そう、チキンバターカレーにトマトカレー、ひき肉カレーを肉屋ほど使ったインドカレー、キーマカレーに八つ野菜のスープカレーもおすすめです。そしてデザートにはアップル、ストロベリー、パイン、オレンジ、バナナ、マンゴー、キウイ、7種類のフルーツを惜しげもなく使った冷たいスムージーが大人気。食べたらほっぺが落ちちゃうぞ。フードフェスに来たらラジマン食堂へ。ガガンガガガン。すごい、ブラボー、素晴らしい解説でした。まさに立て板に水。この解説を聞いてるだけで食べたくなっちゃいました。それではお隣のブースへ行ってみましょう。
こちらもご夫婦で出店なさっています。レストランテカミカミーノのお二人です。本日はレストランを巡るグルメのめくるめくレポートご苦労様です。店主のもじり沢カミロです。妻のもじり沢ひな子です。それではこのお店の人気メニューをお聞きしましょう。はい、なんといっても生麦生亀生卵とひき肉の憎いほど使ったガルミッシュパルテンギルミンの風リゾットと生々しい生ハムの生春巻きマンゴーとほおずきリコッタサラダなんとかサラダホワイトバルメスドレッシングタイ料理のヤムクルクルクルプッサムクそれとロコラッキョクッタラッコがモテルカイト7つ7つ3の7から木の花9つ9の花を炒めた前菜ソースが全部醤油とポン酢を使ったソースに食べかける醤油ポン酢ソースが豆腐そしてこのタケノコ食べたかったから食べたかけだと思って食べかけたタケノコのおそってスモモモモモモモいろいろある中のコケグモジャムのアイスクリームもおすすめです。あともう一つ忘れちゃならないのがアフリカリー。はい、アフリカリビー。えアフリカリビー。奥さん何ですか。アフリカリビー。この店パス。